グリューネプンクとグリューネプンクとはドイツにおいてデュアルシステムで放送廃棄物を回収するために放送材に付けられるマークである。放送材を使用するメーカーは自社製品の放送材が回収、再利用されることが保証されるようデュアルシステムドイツ社と契約を結びグリューネプンクとを取得する。グリューネプンクとは講述するプロヨーロッパの規定により デュアルシステムにより収集を行う、容器放送廃棄物にあっては、企業の規模に関係なく使用しなければならない。これは輸入品にも適用される。DSD 社は、独自に放送廃棄物を回収し再利用を行っており、ドイツ全体の約8割の放送廃棄物を処理している。フランス、オーストリア、ベルギー等でも同様のマークが使用されており、 別名グリーンドットとも言われる。マーク使用料の支払い責任者の約9割は中身業者となっており、製品の性質等により一部例外的にその他の業者が負担している。小規模事業者に対するマーク使用料の免除等の例外はない。マーク使用料には収集、選別及びリサイクルに要する費用がその構成要素となっている。ドイツ環境省によれば、 選別に要する費用が最も高く、次に収集、最後にリサイクルに要する費用となっている。フランス、オーストリア、ベルギー等でも同様のマークが使用されており、別名グリーンドットとも言われる。1994年 EU 放送指令の採択を受けて、各加盟国は国内における法制度化を進め、独自の放送廃棄物の回収、リサイクル期間を構築した。 これら加盟国におけるリサイクル機関は、そのシステムに参加する生産者、輸入業者が契約料を支払っていることを証明するマークの導入を決めた。しかし、このマークが各国によって異なっていた場合、貿易に際して障害が生じることになる。このような貿易障壁を開始するために1995に設立されたのが、パッケージングリカバリーオーガニゼーションヨーロッパ。 SPRL である。1995年 DSD 社はドイツを除く欧州連合全域を対象とした一般ライセンスの形で自らの商標であったグリューネプンクトを使用する権利をプロヨーロッパに対して与えた。1996年プロヨーロッパは営業を開始し使用契約を各国のリサイクル機関と結んだ。同時にこれらのリサイクル機関は プロヨーロッパの株主となった。その後も参加する各国のリサイクル機関の数は増加し、現在プロヨーロッパは豪華名国、非加盟国合わせて13カ国のリサイクル機関が参加している。ありがとうございます。